生命、科学が及ばぬ無限のエネルギー、今その力を恐るべき武器へと変えて何かが襲ってくる。ついにクロノスの魔の手は水木にまで伸びた。さらわれた水木を救うべく死の罠に飛び込んだガイバーを待ち受ける日本支部最後の切り札、ゼルブブス。だが強敵ゼルブブスをたやすく葬り水木を救った影があった。その男こそ最後のユニットを手に入れた第3のガイバー、ガイバー3だった。そしてクロノス日本支部では最強のエリート軍団ハイパードアノイド5人衆がその姿を現していた。牧島前支部長の処分が決まった。本部へ書類送付の上支部長解任ということだ。その後処刑されるか実験体ドアノイドのベースにでもされるかはこの私にもわからんがな。不服かね。いいえ。おう、いかに養父とはいえ仮にも父と呼んだ男が失脚したというのに。あの男はただ己の地位を固める手駒が欲しかったにすぎません。そのために父の経営する会社を倒産に追いやり多額の負債を負わせて、それと引き換えに私を養子に迎えたのです。自らの有能な手駒に仕立て上げるために。もとより親子の情など微塵もありません。なるほど。確かガイバーの少年と同じ学校だったな。は、生徒会長を務めておりますが。私に策がある。実行にあたってお前の知恵を借りたい。は、かしこまりました。よろしい。これからは私の手駒として働いてもらうぞ、牧島アギト。え、部屋にこもりっきり？あの後熱を出してな、かなりショックを受けたみたいだ。じゃあやっぱりゾアノイドを見てしまったのか。おそらくな。哲郎、あら翔くん。夏希さん、水木どうです？もう体は大丈夫なはずなんだけどね。なんか塞ぎ込んじゃってるわ。あまり口も聞きたがらないし。じゃあ哲郎、私そろそろ。ああ、すまなかったな。夏希、せっかく見舞いに来てくれたのに、なんか病人の世話みたいなことをさせちまって。いいっていいって、お互い様よ。ありがとう。じゃあおやすみ。バイ、翔くん。おやすみなさい。翔。水木には本当のこと言っといた方がよくはないか。え、哲郎さん。かわいそうだけど水木はもう事件に巻き込まれているんだ。どのみちクロノスは水木を狙ってくる。俺が守ります。
お前はともかく、俺が今まで殺されなかったのは三つ目のユニットの手がかりを知っていると奴らが思い込んでいたからだ。それが見つかったら、奴らは間違いなく俺たちを皆殺しにする。なんとか奴らの存在を世間に知らしめていかないと。危険だ、ダメだよデスローさん。これ以上関係のない人たちを巻き込んじゃ。じゃあこのまま俺たち二人だけでどうにかなるっていうのか。このままじゃ奴らの思うツボだぞ。何か手を打たなければ、いずれ水木まで。新聞社、マスコミに。奴らにとって自分たちの存在を公にされるのが一番怖いはずだからな。相手にしてくれますかね。そこにはうちの学校の OB で高里っていう人がいるんだ。その人なら話を聞いてくれるさ。聞いたところでとても信じちゃくれないでしょう。あいつらは証拠を全く残さない。ゾノイドは死ねば溶けてしまうし、手ぶらでそんなこと言ったってとても信じちゃくれませんよ。だからお前を連れて行くんじゃないか。え？たとえゾアノイドを写真に収めたところで、こんな話信じてもらえるもんじゃない。だが誰が見ても一発で信じざるを得なくなる方法が一つだけある。参ったね。どうも瀬川よ。正直今の話を聞いた俺の所見はだ、お前さんの頭がまともじゃないか、それとも悪質な作り話で俺を騙そうとしているのか、二つに一つってとこなんだが。高里さんな、お前が好んでそんな人騒がせなことをするやつじゃないってのをなまじよく知ってるからな。嘘じゃありません。本当にクロノスは存在するんです。分かった分かった。じゃあ百歩譲って、そのクロノスとかいう巨大な組織がいたとしよう。俺に何しろって言うんだい。記事として取り上げてほしいんです。はあ？奴らは自分たちの存在を知った者全てを抹殺しています。ということは、つまりクロノスの存在が公然のものになれば、奴らもそれ相応のダメージを受けることに。おいおい、そんな怪獣映画みたいな話を紙面に載せろっていうのか。お前正気でそんなことを。もちろん正気ですよ。今までだって何度も命を狙われてきたんだ。このままじゃ本当に殺されちゃいます。先輩お願いします。お願いします。ダメだな、そんな大それたことなら、ますます歴然とした証拠なしに記事にはできん。証拠ですか。そうだ、そのガイバーなりゾアなんとかなりが実在するという証拠だよ。それがなくちゃ話にならん。言っとくけどな、SFX まがいの怪獣写真なんかじゃ話にならんぞ。わかりました。今証拠を見せます。危ないですから少し下がってください。慎重に検討したいか。哲郎さん、本当に良かったんでしょうか、あんなことをして。効果はあったさ。あれだけの人間がガイバーを見ちまったんだ。これでクロノスも迂闊に。高里先輩、もはや猶予もならん。第三のユニットが未だに発見できない現在、深町翔を抹殺し、そのコントロールメタルを回収する以外にない。五人衆、ガイバーを抹殺してくるのだ。はっ。コントロールメタルの原型さえとどめていれば死体でも構わん。奴の学校ごと全てを葬り去るのだ。しかし言おう総司令、それでは我がクロノス日本支部の情報操作能力の許容範囲を超えてしまいます。完全なる証拠隠滅は不可能ではないかと。
アギト、お前はどう思うかね。小の虫にこだわるあまり大の虫を取り逃がす日本人に共通した欠陥です。ガイバーの抹殺は全てに優先するものと思いますが。その通りだ。奴らは例の新聞社の一件のようなことをいつ引き起こすか分からんのだからな。抹殺しない限り我らの機密を守ることはできん。アギト、現地の地理などから五人衆のフォーメーションを作成しろ。承知しました。では五人衆諸士のデータを。あの男は牧島アギト、前日本支部長の息子、未来の幹部候補生たるエリートだ。ほほう、じゃあ俺たちのお仲間ってわけか。まだ子供さ。そういや昨日の新聞社爆破見たか。あ、見た見た。あれはすげえよ、すげえ。おお、もうちびりもんだぜ。まるで映画だよ。ダメだ、テレビも新聞もみんな過激派の仕業になってやがる。哲郎さん、だから俺は反対したんですよ。ガイバーを見た人間はみんな例外なく巻き込まれるって。すまん、俺が甘かった。いくらクロノスでもこんな派手な真似はしないと鷹をくくっていたんだ。だがあいつらにはどんな大事でももみ消しちまうだけの力がある。高里先輩は俺が殺したも当然だ。哲郎さん。あ、水木翔、兄貴に聞いてもどうせ適当にお茶を濁すに決まってるからあなたに聞くわ。あの怪物は一体何なの？水沢君、カーテンを閉めてくれないか。え？嵐が来そうだ。10分で片をつけろ。行け。おう。兄貴とどういう関係があるの？それはだな。兄貴は黙ってて。翔、私に何を隠してるのよ。それは翔、はっきり答えて。翔、それは、うわっ、なんだ。哲郎さん、クロノスの襲撃だ。まさか奴ら学校にまで。クロノス、周囲20カ所の道路閉鎖完了。工作員32名を各所に配置。今やあの学校は完全な密閉空間です。バトルステージは整った。行け、ハイパーゾアノイド五人衆よ。ガイバーをいぶり出せ。何なんだよ。知るかよ。もしかしたらうちにも過激派が来たのかも。バカは、とにかく逃げろ。そっちは裏山だぞ。地震の時は竹やぶがいいって言うだろう。なんだあれ。
見たな小僧ども。このままじゃ学校ごと吹っ飛ばされる。何なの、何が起こったの。あの声は。バカ近づくな。羽織田、山本、中西。くそよ。鉄郎さん、水木を頼みます。全て死ぬのだ。許さん。ガイバーの力とはこの程度か。ならばハイパーゾアノイド5人衆の最大パワーを誇るこのダーゼルブの相手にはならんぞ。ハイパーゾアノイド5人衆。さっきはやってくれたな、ガイバー。お返しをさせてもらうぞ。俺は電気ウナギの数百倍もの発電能力があるのさ。だからイオノクラフト効果で宙に浮くこともできればこんなこともできる。どうだ、エレゲン様の200万ボルトの電撃の味は。ハイパーゾーンのいとこ認識、なんていう強さだ。ガスターの液体爆薬ミサイル、気に入ってもらえたかな。これ以上苦しめるのも不憫。人思いにあの世へ送ってやろう。何をする。バカめ、お前のミサイルを顔面に食らったりしたらコントロールメタルごとコッパみじんだぞ。こいつの首はこの俺が落とす。貴様はハイパーゾアノイド五人衆が一人、ザンクルス。すごい、ものすごいゾアノイドだ。ねえ兄貴、どういうことなの、どうなってんのよ、説明してよ。落ち着け水木、生きて帰れたら全部話してやる。今言えるのはガイバーが、ショーが負けたら俺たちもおしまいだってことだけだ。ショー、思ったよりすばしっこいな。まだそんな力が残っていた。だが俺の両手のブレードは高周波数で振動する微細なヒダの集合体。これに触れたが最後、いかなる物質でも立ちどころに寸断される。たとえそれが強食走行でもな。ダメだ、全く歯が立たない。このままでは確実に殺される。なんとか哲郎さんと水木だけでも脱出させないと。とどめだガイバー、その首もらった。
ソードの高周波くそ。ガイバーは背中の有色組織によって意思を疎通することができる。有色組織で意思を。いいか、まず目の前のガスターを倒せ。奴の体にはミサイル用の液体爆薬が詰まっている。それを逆用するんだ。よし。貴様まだ、何俺を狙っている。なぜ俺の居場所を。あの二つの液体を引火させれば。しかし迂闊には近づけない。腹部の金属球は重力制御装置。意識を集中しろ。ガイバー3。はっ。液体爆薬が。なれ、こうなれば。待て、ユッキョウ総司令。予想外の事態が起こった。ひとまず撤退するのだ。しかし総司令。命令だ、直ちに撤退せよ。はっ。覚えていろよ、黒いガイバー。ガスターザンクルスの仇は必ず取る。はっ。ついに現れた最後のガイバー。第三のガイバーか。どうやらユニットは全て解放されてしまったようだな。ショウ、水木、手伝ってくれ。水木。見えるから、異様の手
地匠を狙う新たなる魔種、ガイバー抹殺のために作られたゾアノイド、エンザイム。強色装甲を分解する酵素を持つ強敵の前に苦戦を続けるガイバー1。そしてついに鉄郎と水木の目の前で。次回、強色装甲ガイバー第5話、真実ガイバーシス勝！